っておきのおまじないを教えてあげましょう。あなたの大切な宝物に願いを込めて、できるだけたくさんの人々の手に渡るよ。人々の手に渡るたび、あなたそうして魔法の力で満たされたとけれど、気をつけなくては、その宝物があなたの手元に戻った時だから、決して。探すなと言われたら探したくなっちゃうぜ。またそんなこと言って、見つけちゃったら魔法が解けちゃうでしょ。でも母ちゃん、魔法って何？どうして願いを叶えてくれるの？さあ、人々の希望とか願いとか、そういうのが叶えてくれる。平さん、検査の時間ですよ。検査室の方にお願いします。あら、もうそんな時間？すぐ。じゃあ、お母さんは行くわね。お父さんが戻ってくるまで、ここでおとなしく待ってるのよ。わかってるよ。本当におとなしく待ってるのよ。ここは病院なんだから、お宝。わかってるってば。なんだよ。別に。お前、病気なのか？わかんない。でも入院して検査だって。俺も病院嫌い。待ち時間とか長くて暇だもんな。私も嫌い。帰りたい。退屈？お前暇してんのか？うん。じゃあさ、宝探ししようぜ。あるかな。あ、あったあった。恐竜消しゴム。これな、すげえんだぞ。これが宝物な。ちょっと待ってろ、隠すから。見るなよ。このベッドのどこかに隠したぞ。宝さ、さっきの消しゴムを探すの？そうだぜ。このベッドのどこかにあるぜ。あるか。俺は宝探しは絶対にインチキしないぜ。あー、でもベッドの上は狭いから、制限時間は15秒ね。よーい、ドン。え、ベッドの上だからな、下にはないぜ。はー、どこだろう、どこだ。もう時間がない。あ、そうか、忘れてた。枕の
チーン、時間切れ。惜しかったな。本当に惜しかったんだぞ。枕？じゃーん、枕のカバーの中でした。おでは騒ぐなと言ったろう。廊下にまでお前の声が聞こえてきたぞ。あいた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 、やめてよ父ちゃん、虐待だ。